そう、山形県の元町動物病院で動物看護師として働いている横山奈緒です。高校生の頃に飼っていたワンちゃんが、具合悪くなって動物病院で見てもらって、その働いている動物看護師さんを見た時に、なんかすごいかっこよく見えて、そこからずっと憧れで動物看護師になろうと思い志望しました。私は特にはなくて、もうなんかこの仕事をもうしたいっていう一心で、もう一筋で来ました。優しい先生方に出会ったりしたので、なんかここなら、続けられそうっていうか、夢を見つけられそうだなと思って。